どうも、マンボウです。皆さん、このキャラクターを知っていますか？おそらく、この動画を見ている人なら、ほとんどが目にしたことがあるくらい、インターネットで有名ですよね。実は最近、このキャラが海外で思わぬ使われ方をしているのです。一体どういうことなのか、なぜ海外に広まったのか、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。そもそもこのキャラクターは、2チャンネルの掲示板の一つ、なんでも実況 J こと、南 J で生まれた野球民、南 J 民と呼ばれるキャラです。飛び出た目と大きな口、そして黄色やオレンジ色の肌が特徴で、これはもともと広島東洋カープのマスコットであるスライリーがモチーフとされています。掲示板ではこのキャラクターを使ったネタスレや漫画が作られるなど、南 J を代表するキャラクターです。南 J という掲示板の特徴としては、南 J 語や猛虎弁といった身内向けの文化を外に持ち出すことを嫌うという性質があり、よそでそのノリをしようものならボロクソに言われることも少なくなかったとされています。それにもかかわらず、なぜ海外でこのキャラがミームになったのでしょうか。ことの発端は2015年10月4日に南 J に投稿されたこの画像。海外のアニメザ・シンプソンズのキャラクターが集合している画像に南 J 民を紛れ込ませたコラ画像です。スレ内でも言われていますが、全然違和感がなくてびっくりしますね。南 J を知っているであろう日本のネットユーザーならともかく、海外の人が見たらシンプソンズファミリーの一員だと勘違いしてしまうかもしれません。その後、2021年1月29日に海外の掲示板フォーちゃんにもシンプソンズと南 J 民のコラ画像が投稿。この画像が投稿されたスレッドでは、このキャラクターはもともとザ・シンプソンズの作者であるマット・グルーニングさんが自分を物語に登場させるために作った。だがデザインがあまりに不気味だったので、マットさんはこのキャラを非常に恥ずかしいと思っていたと、アニメの裏話のようなエピソードが書かれていました。もちろんこれはフィクションですが、この画像が広まったことによりザ・シンプソンズには幻のキャラがいたというネタも海外で広まっていきました。2021年にはツイッターのとあるユーザーがシンプソンズのコラ画像と一緒にザ・シンプソンズの新エピソードにガンブリーというキャラが追加されたと投稿。このツイートからシンプソンズに出ていた南 J 民にはガンブリーという名前がつき、それが定着していきます。その後数日にわたり、ガンブリーを本編の画像に合成したスクショやアニメに紛れ込ませた動画が様々な SNS に投稿されたり、ユーザーがネット上でガンブリーに関する存在しないシーンを思い出として語ったりと、このジョークに乗っかる人が出てきました。画像や動画に関してはどれも編集のクオリティが高いので、気になった人は検索してみてください。2022年5月22日には Facebook にあるユーザーが再びシンプソンズのコラ画像を投稿します。この投稿には新しいマンデラ効果が生まれた、この世界にはグラグルシンプソンズは存在しないと書かれていました。ちなみにマンデラ効果とは、ネルソン・マンデラが1980年代に獄中死したという誤った記憶を持つ人が大勢現れたことに由来する、事実とは違う記憶を不特定多数の人が共有している現象のことです。日本でもネットで有名な都市伝説の一部にマンデラ効果によるものがあります。この投稿によって南 J 民にはグラグルシンプソンという新たな名前を与えられました。このようなプロセスを通じて南 J 民はガンブリー、グラグルといった様々な名前を与えられながら、ザ・シンプソンズにいた幻のキャラとして現代にわたり都市伝説のように扱われていったのです。今回紹介したパターンのように、思いもよらない場所で思いもよらないような使われ方をされ、有名になる可能性を秘めているのがミームの面白いところだと思います。皆さんはそんな例を見たことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。いかがでしたか？今回ガンブリーについて解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。